らはすんずね、ありゃ嘘に決まってる。いつかは斧に魂宿る。おいらはすんずてる、そりゃほんとさ間違いね。腰を伸ばしようこらしょう、お天道様はてっぺんだ。丸太に腰掛けランチのタイム、パンとスープとこりゃ木くずだ。ペッペッペと止めて、おいらはその木にこう言うよ。嵐が来てもへちゃらな暖かい家になれ。おいらとしたことがいつみにおのおとぼん、なんと本当に女神様てにゃ金銀鉄の自分も斧が大切さ。たとえ鉄だとしてもめっちゃ魂宿ってる。あなたは正直者ですね。そうそうそんなことはねえんです。金銀の斧を持ちなさい。そうそうそんなことはねえんです。話が噛み合っていないわよ。そうそうそんなことはねえんです。だけどせっかくだからもらう。